ようやく始めることにしました動画制作を楽しむオンラインコミュニティどうも皆さんこんにちは映像クリエイターの石田内です今回は皆さんに告知したいことがあります動画制作を楽しむオンラインコミュニティを始めます コミュニティはもうずっっととやりたいと思ってたい思てんですねそれでこのオンラインコミュニティのランディングページももう今年の1月にはできてたんですけども今日から始めますこの動画制作のコミュニティで、まあ、僕が目指しているとこをまずお話ししますでそれはですね新しい習慣を仲間と一緒に作っていこうということですでこれはどういうことかというと 動画制作って多分皆さん非常に興味があってこのチャンネルも見てくれてると思うんですよね。でそして今、まあ、YouTube ですとか書籍とか、まあ、いろんな媒体で、まあ、いろんなチュートリアルがあって撮影の仕方とかがあると思うんですよ。それでもやっぱりなかなかうまくいかないですよね。その原因をまあなぜかって考えてみるとやっぱりその動画制作をするという習慣が身についてないと思うんですね。で 動画制作って、まあ、写真に比べてどちらかというと工程が多いので結構負荷がかかると思いますでその負荷が結構重たいのでなかなか最初のこうとっかかりが難しいしこう継続してやっていくのも難しいっていう人が多いんじゃないのかなと思っていますおそらく僕のチャンネルを見てる皆さんだとやっぱ動画ががくなりたいといいととうう気持ちが非常に強いと思うんですよねでもそのうまくなるためにはあの練習が必要になってきます で動画制作って、まあ、ある意味そのスポーツに似てるとこがあると思います。まあ、例えばですけどこう 野球でヒットを打てるようになるには、まあ、とにかく素振りの練習が必要だと思いますでそしてまあ日々、ね、素振りをじゃ例えば百回とか千回とかやっていく中で、まあ、実際のバッターボックスに立った時にようやくヒットが打てるというような感じで、まあ、動画制作でもそういったこうちょっと地味な作業というか黙々と練習しなきゃいけないことっていうのがかなりたくさんあると思っていますでもそういったことって割とこう続かないんですよね これは動画制作じゃなくて、その学び全般に言えることだと思うんですけども、まあ、例えば僕の例を出すと、10年前ぐらいにイギリスの大学院で修士号を取りに行きました。で、その時に毎日こう英語で文献をこうたくさん読まなくちゃいけません。で、第二言語で毎日 大量のこう文献を読んでいくっていうのは、もうめちゃめちゃしんどいんですよね。でも、やっぱそういった時に、こう、まあ、周りのクラスメイトと、いや、今日はじゃあ一緒に図書館で勉強しよう、そしてその後にパブに行ってビールを飲みに行こうみたいな話をすると、やっぱ結構あの、その嫌な作業っていうのも、こうモチベーションになるんですよね。そういう具合に、このコミュニティを使って、こう、皆さんがこう、まあ、動画について考える時間を増やして、で、それで。 ちょっとしんどいなぁと思えるとかちょっとここ自分一人でじゃあ例えばジンバルの練習をするとか自分一人で朝早く起きて例えば写真や動画を撮りに行くでそういったのが結構難しい場合があると思うんですよねでその時にまあ同じような気持ちを持っている方々とつながっていればじゃあ一緒に行こうかみたいな感じになって 一見辛いと思うようなこととかも多分楽しくなっていくと思うんですよね。でそういう循環を作っていくことによって気づいたらその自分の毎日の習慣の中にその動画制作がこうちょっと組み込まれてるコミュニティのメンバーと一緒に撮影に行ったりすることによって、まあ、自分の行動が変わっていくでその行動が積み上がった結果その気づいたらまあ動画自体もあれなんか自分の動画良くなってないみたいなそういったとこを目指したいなと思っています。 じゃあそれでは今からそのコミュニティに入ったらどんなメリットがあるかっていうのをお話ししていきます。一つ目は僕の方からいろんなコンテンツをアップしていこうと思います。でまあ基本的には月1回オンラインで定例会をやります。 でまあ、それによってこうまあ皆さんといろんなことをシェアしたりとかあとやりたいなと思っているのが僕が何か課題を持ってきてでその課題に沿って皆さんがちょっとまあ自主的にホームワークじゃないですけど、まあ、その課題をこなしていくでそれをまあそれから例えばまあ音声とか動画とかあとは記事という形で、まあ、僕が普段考えていることとかじゃあ例えば制作にどういう気持ちで取り組んでるとか例えば YouTube みたいな 公の場ではまあちょっと言いにくいよねっていうようなことはそのもう少しそのクローズなコミュニティでお話ししていきたいなと思っています。 それから僕がインンスピレーシショをを受けててていいいいる動画をシェアしていきたいなと思っています自分がかっこいい動画を作れるようになるにはそ,のそれななりりのインプットが必要になりますでも今ってその動画もめちゃめちゃ数があってとにかくそういった素晴らしい動画に出会うっていうのは難しいと思いますよし今日はなんか素敵な動画を見ようと思ってなんか TikTok を見てたらなんかひたすらダンスの動画を見ちゃってなんか気づいたら12時間過ぎちゃったみたいなことってありますよね もう僕がそうなんですけどやっぱそうなると結構時間も食っちゃうじゃないですかでそういったとこでじゃあ僕がいいなって思ってるものをまあ厳選してで皆さんに共有することによって多分そのいい動画に触れてじゃあこれはどういうとこがいいんだろう とかあの自分の動画でどういうとこが活かせるんだろうみたいなことを考えていくとやっぱり思考力がついていてくんですよねそうすると自分の動画にもいろいろどん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 そのテクニックとか例えば光の使い方とかあこういったとこはあのインプットできるなという形であの表現のの幅っていうのが広がってていいいうがが広くかなと思いますでもう一つ大きな特徴にしたいのが、まあ、リアルでつながっていくということです。 でまあ、形上オンラインコミュニティっていうふうに言ってますけどあの僕は非常にリアルを大切にして、まあ、直接お会いするというのを増やしていきたいなと思っています。でそれはもうもうちろんその僕と 例えばコミュニティのメンバーさんっていうだけではなくてま,あまたそのコミュニティのメンバーさん同士っていうのもあの含まれていますけど人と人ととががが直接つながるっっていいうのが僕はやっぱ大切かなと思います。今は情報なんていくらでもこう手に入ってしまいますしなんか気になることは AI に聞いてしまえばいいんですけどなんか AI とかオンラインでもらいにくいものって例えば情熱とかあとはパッションとかなんかやる気とかエナジーとか。 エネルギーとか、なんかそういったものっていうのは、やっぱりその人が直接会うことによって、あの、生まれてくるもんだと僕は思っています。このコミュニティをもう3単語で表すとすると、まあ、ディスカバー、発見をする。それから、インスパイア、まあ、インスパイア、あの、刺激を受ける。で、そして、で、ユナイト、まあ、繋がる。みたいなところを僕は非常に大切にしたいなと思っています。でやっぱり、メンバーの方のいろんな話を聞いたりとか、まあ僕の話をあって直接聞くことによって、多分、おそういう考え方があるのかとか、あ なんかそういった体温の温かさというか帰ったらなんかすごいやる気出ちゃったみたいな,なんかそういったコミュニティを目指そうと思っていますで僕自身その自分の仕事上もそうですしあとはあのプライベートでも,もうとにかくいろんなところに出かけてますでそうするとその日本全国いろんなところに行く機会があるのであの、まあ、全国でオフ会あとは例えばフォトウォークみたいな,なんかそういったのもできるかなとは思っていますでそのの中で個人的にやりたいなと思うのがもうなんかすご すごく格式高い感じでなんかそのコミュニティの映画祭っていうのはやりたいなと思ってます僕は9月10月でヨーロッパのスペインとあとはクロアチアに行ってなんかそのヨーロッパの映画祭の運営と見てきたのでなんかそういったエッセンスを入れてあーなんかいいなって思うなんかそういう映画祭とかもコミュニティでできたらいいなと思っていますこのコミュニティがどういう人にお勧すすめできるかっていうとまあ、3つほどあってで1つ目はまあ動画が好きまあまたは写真が好きという方にお勧めしています やっっぱりそういういい方方だと、まあ、いろんな方に触れ合ってあの例えば、まあ、僕があの出すコンテンツとか、まあ、そういうのを見てこうよりこう自分の中でこう刺激になるというか学びにななるる機会っていいうのはあるかなと思います一眼レフを持ってなきゃいけませんかとか例えばあのなんかいいカメラいいレンジじゃなきゃいけませんかっていうのは、まあ、全然なくて、まあ、例えばあの GoPro とかあのスマートフォンしかないっていう方でもあの全然大丈夫ですし機材にこだわらず、まあ、とにかく動画が好きだ写真が好きだみたいな方はあの非常に向いてるかなと 僕プロとしてやってないんですけどとかあとはいや会社の業務でちょっとやってるだけなんですっていう方でもあのそれは全然問題ないですあの全然そのプロだけとかじゃなくて初心者で今から動画を始めるっていう方でもあの全然ウェルカムです次におすすめだなと思う人は何かその誰かのために動画を作りたいっていうような思いがある方とかは非常に向いてるかなと思いますじゃ例えば行きつけのカフェがあってでそこのオーナーさんと仲良くてでなんかいつもお世話になってるから動画を作りたい ですとか、まあ、自分がどこかのコミュニティに属していてでそこの活動が素晴らしいけどなんかそのうまく世の中に伝える方法を持っていないなのでじゃあ自分がちょっと動画を撮ってでなんかそういうなんか素敵な。 活動を世の中に広めたいとかでそういった思いがある人っていうのは非常になんか相性がいいかなと思いますそして三つ目はあのやっぱり仲間と一緒にこう学んでいきたいっていう人はおすすめかなと思いますやっぱり、まあ、自分一人だとちょっと撮影に行くのもなんかカメラ持ってるのも恥ずかしいしみたいな感じな気持ちがあるとやっぱりあの他のメンバーがいて一緒に例えば撮りに行くみたいなのはあの非常にいい機会かなと思います あとは例えば一人で編集してるとなんかつまんなくてすぐなんかネットサーフィンしちゃうみたいな方とかでもじゃあ,あ,のまあどこかに集まってなんか一緒にちょっと編集作業しようかみたいななんかそういう感じでちょっと誰かに会いたいなとか何かそういうのができる人っていうのも非常に向いてるかなと思いますで。あとちょっと追加で1点プラスするとやっぱその自発的にこうなんか進んで勉強したいとかそういった欲求が強い人にはすごく向いてるコミュニティかなと思います。 何かその刺激のきっかけになるものとか勉強のきっかけになるものっていうのを、まあ、例えば僕が用意をしたりとかあとはそのコミュニティに関わることによってきっと生まれてくるんですよね。でそこでじゃあそれをただ単にこう流していくかじゃあその与えられたコンテンツをもうちょっと深く噛み砕いてあの消化してみようっていう方だったら多分すごく学びっていうのは多いかなと思います。 で僕はこのコミュニティをなんを自分がじゃあこうしてくださいとか僕,じ僕自身がいつもなんかこう教えるっていう環境にはしたくはないんですよね。まあ、どちらかというとこう塾みたいな感じというか部活みたいな感じというかこう皆さんがやっぱり自発的に学ぶっていうのが僕は大切かなと思います。 例えばどんなに優れた塾に行ってもやっぱり自ら勉強していかないと成績なんか上がらないじゃないですかそれと似たような感じでこう意欲的に学んで行動してでそれでちょっとこう自分の一歩を踏み出せるみたいな感じだと非常にコミュニティを有効活用できるのかなと思いますで次にコミュニティの名前の由来「サイオンなんですけどもこれはあの,サイの社って言ってその小熊座みたいな意味があってグマ座の中にはその北極星が含まれてますなのでその北極星を目指してなんかこう 世の中にクリエイティブを提供したいみたいな,なんかそういう思いを込めてこの名前は作っていますでこの「サイヨン」っていう名前の響きにはあの日本語ののの心心音心の音いいうのをあの入れていますでその意味を込めているのはあのやっぱり映像制作ってその人々が出すその心の音とかですよねそのストーリーでそういったのをやっぱ入れていくのがあの僕は大切だと思っているので、まあ、そういったストーリーっていうのをあの名前の中にも入れていますでそして仏教用語でその4つの音 詩音っていうのがあるんですけどもでそれとやっぱりの日々僕らはいろんな人からまあいろんなことをあの提供されてでそれであの生活が成り立ってると思いますなのでやっぱり映像制作していてもやっぱ誰かの恩を忘れないっていう意味も込めてあのそういったサイオンっていう名前にしていますでちなみにそのグラフィックのロゴなんですけども、まあ、これはそのオーロラみたいなのをまず表していますなのでオーロラっていうのは同じものがあの出現しないじゃないですかで それと同じようにそのストーリーっていうのはいろんな人によって違うので、まあ、その瞬間瞬間美しいものをこう見つけていくっていうのがこのロゴのマークの意味にはなっています。 でそしていくつかあの線があるんですけどもそれは人によってこうストーリーが違うのでそれをまた重ねることによってこう素敵なストーリーが見つかるっていうようなあの思いが込められていますというわけで本日11月1日からあのオンラインコミュニティを始めたいなと思いますで興味のある方はあの概要欄にリンクが貼ってあるので是非是非参加してみてくださいで 僕もコミュニティの運営は初めてなのでいろいろと多分あの技術的な問題とかあの最初は何かエラーとかあのそれが出てくるのでそういうのがあの許容できる方はぜひぜひ参加してくださいあのもちろん僕もベストを尽くしてあのシステムとか整えてますけどあのなかなかね難しいところはあるのでぜひ温かい目で支えてくれる人をあの待ってます、まあ、万が一いきなりものすごい人数の方が来たら多分僕のキャパで今の段階だとあの多分全部あの対処できないので 一応人数制限は設けていますので興味のある方はまずお早めに参加してみてください様子を見てその人数の枠とかは増やしていきたいなと思っていますというわけで動画がもっと好きになりたい でそのためにちょっとあの一歩いつもと違うことをして新しい習慣を取り入れていきたいでそのためにちょっと仲間が必要っていう方にはぴったりのオンラインコミュニティかなと思っていますもうすでにオフラインのイベントもいくつか立ち上げてるのであのぜひぜひ興味のある方は参加してみてくださいそれでは皆さんまた次回の動画でバイバイ